平和主義の象徴とされている世界遺産、広島市の原爆ドーム2011年の世界平和のための祈りの非行事、寺、イタリア、アッシジ平和主義とは戦争や暴力に反対し、また恒久的な平和を思行する思想的な立場を意味する人権の経済的部分である経済的自由権、国際化、世界経済等と合わせて平和主義は資本主義とも関連している。 人権及び資本主義社会も参照感と平和主義は人間の共同体について幅広い関心を持っており特に規範的な立場から戦争の廃止や暴力の抑制を主張することに特徴づけられる平和主義者は一般に非暴力を肯定し殺傷を行わず敵に対しても愛情を持ち平和を構築していくために努力することを目指す平和主義者は 良心的兵役拒否に見られるように、しばしば戦闘に参加することを拒否し、同時に間接的に軍事行動に寄与するようなロームを拒否する。平和主義の全貌を捉えるために、古典的な平和主義から現代の平和主義の流れを外観するならば、その起点はイマヌエル・カントの永遠平和のためにで示された平和構築の方法に求められる。それは国際連邦政府の樹立と常備軍の廃止。 そして戦争行為の禁止というもので、それまでの主権国家を中心とした近代国際秩序の抜本的な再編を示唆するものであった。さらに国内の秩序においても共和制の確立によって市民による政治を実現することができれば、市民が戦争行為を忌避することを促すことも指摘されている。このような関東の平和主義はナポレオン戦争の時代を背景として形成された。 あとに第一次世界大戦が勃発してからは、ウッドロー・ウィルソンは国際連盟の創設に力を注ぎ、第二次世界大戦後に連合国人営によって国際連合が発足することになった。しかし大戦後に従来にない力を持つ核兵器が出現して世界が冷戦構造で分断されると平和主義は新しい問題に取り組まなければならなくなった。核兵器の廃絶を掲げた。 ラッセル・アインシュタイン宣言はその取り組みの一つであり、反核は平和主義の重要な焦点となっていった。平和主義の歴史的な展開を調べる上では、前近代の平和主義、近代の平和主義、そして現代の平和主義と便宜的に区分することができる。アリストファネス素朴な平和主義の考え方は、イニシエより西欧だけでなく、世界各地の文化として認められる。古代中国においては、 思想家牧師における非行の考え方、牧師から非戦が挙げられる。日本でも最初の成分基本法である17条憲法の中で、一に曰く和をもって尊しとし、逆らうることなきを胸とせよ。と記述されている。古代ギリシアの都市国家アテネでは、喜劇作家アリストファネスが、平和三部作である、明るないの人々、平和、女の平和の中で平和主義を訴えている。 古代ローマの禁欲主義者の思想には平和主義を思想として形成し始めた初期の段階が見られ、世界国家の構想を含む世界市民主義が成立している。同時に、ローマ時代では、キリスト教の成立に伴って、宗教的な非暴力の教義も出現している。神学大前の著者であるトマスアクイナスは、キリスト教の立場から、ある一定の条件の下で行われる戦争だけを、 正しい戦争として規定することで平和の実現を提案している。またルネサンス期において人文主義者デジデリウス・エラスムスの平和の訴えによりすべての人間の義務とは苦痛を与えることではないという立場から戦争を批判した。このようなキリスト教的なユートピア主義に基づいた平和主義は近代以後により一般的な政治理論に基づいた平和主義として発展することになる。敗北。 パニヒダ、バシーリー・ベレシチャーギンによる、ロト戦争の一場面を描いた、油彩が、膨大な数の兵士たちの遺体を前に、正教会の司祭が振り航路を振りつつ、パニヒダを捧げている、宗教戦争や、近代戦争を歴史的な背景としながら、ヨーロッパを中心に戦争を抜本的に廃止するための試みが重要な政治的課題として、検討されるようになる、宗教戦争を経験した、 フランスの国王アンリ4世、イギリスのクエーカー教徒ジョン・ベラーズ、そしてフランスの著述家エメリック・クルーセなどによってヨーロッパの平和的な秩序を構築するための政治的、法的、道徳的な提案が示されている。例えばクルーセはヨーロッパ連邦の構想や世界議会によって戦争の問題を解決しようとしている。18世紀のドイツの哲学者イマヌエル・カントはこれらの議論に 哲学的な基礎づけを行い、古典的な平和主義の思想を確立した。関東の永遠平和のためにの中で、いくつかの提案を行っているが、その中でも共和制に基づいた政治体制の確立、そして共和制に基づいた国家の連合と国際法の秩序が必須の条件であると論じている。自由で平等な市民により民主的に統治された国家は、 戦争を避しまた共和制に基づいた国家連合もまた同様に戦争を回避しようとするとカントは考えていた。しかしナショナリズムの公用と帝国主義政策をバックとした第一次世界大戦が勃発すると平和主義者はより具体的な計画を必要とするようになった。十四カ条の平和原則を発表したアメリカ合衆国の大統領ウッドロー・ウィルソンによって主導された。 国際連盟の発足は、関東的な平和主義の構想を具体化したものであった。この取り組みは、第二次世界大戦によって一時的に失敗するが、戦後に改めて創設された。国際連合は普遍的な国際機構として、世界の平和を維持する役割が期待された。ラッセル戦後に発生した、核保有国であるアメリカ合衆国とソビエトの、冷戦は、従来の平和主義が目指していた。 平和の実現にとって修正を必要とするものであった。イギリスの哲学者、バートランド・ラッセルは、変革する世界のための新しい希望の中で、核時代において平和を実現するためには、世界国家を創設する以外に方法がないことを主張している。また、フランスの哲学者、レーモン・アロンは、核兵器によって戦争が勃発する、外然性は低下したものの、平和を実現する、 可能性はなくなったと考えていた。しかし、一方で異なる見解が政治学者、ジョン・ルイス・ギャディスによって示されている。彼は二つの超大国による対立は、国際関係の安定化をもたらし、局地的な紛争があったものの全体的には、長い平和が実現されたと認識していた。だが、冷戦が終結すると、新しい平和の問題が浮上し、テロリズム、貧困、 内戦という戦争に至らないまでも人道の危機に陥っているために平和な状態とは言えない中間的な状態が頻発するようになる。平和学の提唱者であるヨハン・アルトゥングは行為主体が特定できないような間接的、潜在的な暴力を構造的暴力として概念化し、これを取り除いた状態を改めて平和の目標と定め直している。また、冷戦の終結は、 国際連合の平和維持活動にも発展の可能性を与え、事務総長、ブトロス・ブトロスガーリは、平和への課題の中で平和執行という新しい活動を国連の平和活動として位置づけた。ボルテール・モンテスキュー資本主義化では、様々な異なる宗教の信者同士であっても平和に取引しており、これをボルテールは重視した。例えばイギリスの王立証券取引所について、 彼は次の通り記している。ユダヤ人、海教徒、ムスリム、キリスト教徒がまるで同じ神を崇拝するかのように互いに接している。この場で不信心者とされるのは破産者だけだ。ボルテールが見て取ったように、金銭は、心情、人種といった違いを解消する。彼の資本主義感に共通する考えを持つ、モンテスキューは、市場が人々の気質を恩和にすると述べている。 17世紀を暴力的、軍事的な時代にした大きな要因は戦争であり、その影響は後世にも及んでいた。市場とはそのような対立を弱めていったものである。ボルテールからデビット、ヒューム、アダム・スミスへと至る人々は市民的な市場社会を先導した。彼らが探していたものは利己心が社会に役立つ可能性だった。スミスの時代になると、 彼が提供した経済モデルによって国家間の関係をより国際主義的、平和主義的に捉えることができるようになったと考えられている。ホップズ歴史学者ジェリー・ミュラーによれば、封建主義時代の特徴である土地は当時の主要な生産手段であり政治的、軍事的に支配されていた。このような状況下では支払いの手段さえあれば、 誰にでも土地を売却するという資本主義的な行動はありえない。しかしこのような封建主義は1700年までに崩れつつあり、ヨーロッパの中で最も経済的に進歩した地域では廃れていた。もともと宗教的だった戦争や伝統的な国政はトマス・ホップズ等の論者たちによって弱体化した。この17世紀の政治理論家たちは宗教的迫害や戦争を防いで、 市民の経済活動を発展させようとした。彼らには様々な違いもあったが、平和を維持し、同胞をより幸福にする方策については一致していた。例えばトマス、ホッブズ、ジョン・ロック、ベネディクトドゥ、スピノザ、フーゴー・グロティウスらは、信者。また彼らによって、聖典は多くの信者が考えているよりも、はるかに明晰さがないのだと示されて、聖典の政治的主張は、 信者が想像するよりもずっと狭いことが示された。このようにして宗教的熱狂は冷まされていった。神秘的な永遠の救済が得られないのではないかという懸念もあったが上記の政治理論家たちはそういった宗教的懸念を現世での安寧へと展示させた。なぜなら現世での安寧が得られる見込みが高まれば実用的な平和や合意を築きやすくなるからだった。 これら17世紀の思想家の予見では、良き生活の共通理想像を実現することにおいて、国家というものは将来、限定的な役割しか持たなくなる。そして、良き生活のゴールは、自由とされ、自由に至る手段の一つとして、市場が擁護されるようになった。資本主義社会の持つ自由や、文化的多元主義を初めて示したものは、クロティウスであり、これらを最も明確に示した論は、 ホップズのリバイアさんである宗教的な人々は社会支配を目指していたが、ホップズは彼らの主張の土台を崩しにかかった。ホップズは永遠に地獄に落ちるというような人々の恐れを除去し、彼らが来世での魂の運命よりも現世の事柄へ集中できるようにした。それに伴って勇気、統率力、武勇というような徳を強調することは、 平和の存続にとって脅威であるとみなされるようにもなった。ホップズラ啓蒙的、合理的知識人によって価値観は転換させられていった。伝統的に特と考えられていた経験や信仰は迷信深さ、騙されやすさへと変わった。かつては高評価されていた名誉、栄光、統率力、情熱は争いや戦争の原因として扱われるようになった。 それに対し、宗教や伝統によって低く評価されていた、平和を好み、社交性のある安楽な生活は、目標として位置づけられた。18世紀初頭になると、バーナード・デ・マンデビルは、蜂の偶は、主役は、高徳において、次の通り述べた、悪徳は、巧妙さを育む。それに時間と勤労が加われば、生活の便宜品がもたらされる。それは、本当の喜び。 快適さ、安楽である。そのような水準に達した貧民そのものが、かつての不荷の生活ぶりを超えたのだ。マンデビルが言うには、自尊心や贅沢を満たそうとしないと、商業や技術革新は止まってしまう。後に続く世紀では、市場について、賛成論も反対論も現れたが、両論ともマンデビル流の主張を含んでいることが、共通している、ニュートン・スミス伝統や形式を重視、 継承する特権階級よりも国際的に交渉、計算する商人の方が利益や幸福をもたらすという考えはボルテールによって広められた。彼は次の通り述べている。頭に念入りに紙弧を振りまいた貴族は国王のお目覚めとお休みの正確な時間を知っており、また大臣の控えの間でさえさム偉そうな顔をしながらやっていることは 奴隷のような役柄であるのに対して、商人の方はその国を豊かにし、その事務室から、スラットやカイロに指令を送って、世界の幸福に寄与している。ボルテールの考えでは、誰もが共通の合理的法に従って、課税に服すことが正当であり、こうも述べている。各人はその身分に応じてではなく、その収入に応じて、税金を払う。ボルテールのような啓蒙主義者、合理主義者たちは、 自然法則を発見した物理学者アイザック・ニュートンを知的生活の模範とした。彼らの考えでは合理的平和的経済活動にとっての悪玉が宗教家、貴族、軍人等であり英雄が商人、知識人等だった。そして伝統的特権や宗教税は不合理なものとして批判され、後に資本主義革命によって廃止されたアダム・スミスの 国と論によると、公正な制度の下では、資本主義社会の普及によって一層の個人的な自由がもたらされ、国家間にはさらなる平和が訪れる。すなわち市場が拡大し社会が発展すれば、個人が物事を全体的に担当することは不可能となり、分業が強化されていく。軍事や武術を含め人類の行為は、分業によって、それぞれ一層複雑に発展していき、 ある一つの技能を習得するだけでも専門的能力が要求されるようになる。これによって多くの人間が兵士にふさわしくなくなる。また商業社会が平和である場合、標法は社会にとって利益をもたらさない。このようにして資本主義社会は一面では貧しい近隣社会から略奪される危険を増大させているが別面では 戦争を実行に移す困難度や費用を増大させている。資本主義憲法、または市民憲法とは、資本主義革命に基づいて成立した憲法、及びその系統の憲法であり、日本国憲法、アメリカ合衆国憲法、フランス共和国憲法などの西側諸国の憲法を指す。日本国憲法全文及び日本国憲法第9条についての解釈の、 一つとして憲法第9条で規定される軍事力の不所持は正当防衛や緊急避難も含めたあらゆる軍事力の保有と行使を否定した平和主義という解釈がある。当初の政府の解釈では国際平和の達成時には軍隊は不必要であるから率先して軍隊を持たないとし実際に軍隊を持っていなかった。しかし冷戦の激化などとともに 憲法第9条の解釈として他国への軍事力による侵略や介入を否定しているのであり主権国家として国連憲章第51条が定める自衛権は保有しているそのため自国の国民の生命安全財産領土領海、領空を軍事力による侵略や介入から守るための必要最小限度の実力の保有と行使は 容認しているとの解釈に変更され、戦後以降現在の日本も事実上の国軍である、自衛隊を保持している、憲法9条を文言通りに解釈し、平和主義に立った場合、諸外国にとって日本は決して反撃をしない国だと思われる。すると、侵略者となることが合理的であるかのように見える。このことは憲法学者の長谷部康夫によって指摘されている。この観点からすると、 最低限の自衛力は各国と抑止的な関係に立つために今のところ必要である。重要なのはやられたらやり返すというポーズであるとされる。もちろんそのためには軍事的な実力を持っていなければならないし万が一その必要が生じれば軍事攻撃を行うこともあるだろう。一方で一旦自衛力を容認するとうやむやのうちに自衛の解釈が広がって侵略戦争も 自衛とされる危険がある。欧米諸国では侵略戦争とみなされている太平洋戦争は戦中の日本では自尊自衛のための戦争とされていた。またアラブ側では侵略とみられているイラク戦争をアメリカは自衛とするなど侵略的な意図を持って戦争を仕掛けることが自衛の口実で行われることがしばしばあることが問題であるとするものである。この意見によると 国内法では自衛は緊急避難や正当防衛としてその正当性が定着しつつあるが国際的にはまだ共通理解ができていないことが問題点の一つとされるその対応として自衛隊は選手防衛を胸としているもう一つ日本国憲法と平和主義の関わりについて特に非武装主義を否定する立場から日本国憲法9条は一国平和主義に過ぎず 世界にこの理念が広がる余地はないという主張がなされている。一国平和主義では悪く言えば日本が平和ならそれで良いという考えであるという意見も唱えられている。これに対してすでに諸外国の多くの憲法に平和主義的規定があり、憲法第9条はその理想主義的な具現化であるから、基本的理念はすでに世界的に共有されており、いずれは 世界的に受け入れられる素地があるとの主張もある。しかし、一国平和主義が仮に世界中のすべての国に受け入れられたとしても、相互不信までが消え去ることまでは保証されないため、一国の平和のために他国を犠牲にするのもやむを得ないという考えが生まれる可能性は否定できないとする意見もある。もっとも、日本国憲法第9条が一国平和主義でなく世界平和主義なら、 この欠陥は回避される。事実、自国の安全という意味での一国平和主義を軍事力で確保しようとすることは憲法9条第2項により放棄されているのであり、また強力な国々の一方的な平和主義になりかねない国際紛争に武力を用いる行為も憲法9条第1項で放棄されていることからして、そもそも憲法9条の精神は自分さえ平和ならいいという立場に、 最も否定的であるとされることもある。九条第一項には国際平和を誠実に希求するという趣旨が明記されており、第二項もその第一項の目的を達成するために戦力の不保持をうたっている。つまり日本一国のためというより世界の平和のために自ら率先して非武装化しようという立場であるから厳密に言えば、 憲法9条の絶対平和主義は一国平和主義の対極に位置しているという意見もある。さらに近年では日本憲法における平和主義の理念が実質的に戦後の日本復興を下支えしたとする意見もあり、憲法9条が必ずしも国益を損なうわけではないという評価がある。これに対し、経済のグローバル化が加速する中、米国の核の傘の下での平和主義が これまで、同様に有効であり続けるかについて反論する者もいる。平和主義に対する批判は主に以下のような点が挙げられる。あらゆる政治思想がそうであったように、平和主義の実践そのものが成功したとしてもそれが、必ずしも人類の幸福が達成されるとは限らず、従って、平和主義が結果として、倫理的に良いとは限らない。また、平和主義の実践である平和運動や、 非暴力運動は相手側の間違いを正すために自らが苦痛を受けることを相手、または傍観者に見せつけることで成立しているが、これは意図においては特定の思想を強制する行為であり、倫理的な問題がある。平和主義は個人、または極めて少人数の集団において実践可能なものであり、これを政治思想とすることの難しさにしばしば自覚的できない。これは、 個人の善の延長上に、社会全体の善が、必ずしもあるわけではないことと対比できる。平和の価値を絶対視してその上に思考することは、決して理性的なことではない。なぜならば、その平和の価値が、歴史的にすでに万人に受け入れられた価値だと、認められていないからである。ニーバーは、強制があれば、平和は存在しないが、過剰な強制で平和が存立しているような国では、 平和はマイナスに作用しうると述べており、墓場の平和に陥ることを危険視している。平和主義者は戦争の原因について深く理解していない場合が見られる。戦争はその形態や主体によって様相が異なる複雑な政治現象であり、その原因は近代的な国家間の国益に関わる問題だけでなく、国内的な紛争である内戦においては宗教や民族、歴史などが 重層的に組み合わさる。これらの政治的、経済的、社会的、民族的、歴史的な問題についての無知が平和主義の楽観主義的な啓蒙思想の源泉の一つとなっている。例えば、ニコラウス・クザーヌスがキリスト教徒、異教徒との和解を訴えたとき、彼には紛争やその原因となっている競技的、感情的な対立についての知識を持っていなかった。 また近代において社会科学の発達とともに紛争理論も研究されたが、この理論が実行可能でかつ有効であるとは限らず、事実現在においても多くの紛争が防げずに発生している平和主義でしばしば使用される平和の定義は哲学的または学問的な考察を経ておらず、非常に多様な意味を持つ概念である。 しかも言語学的に見れば特殊なニュアンスを持つため、言語操作が意識的または無意識的に行われることになる。これはある一つの行為が平和的なものかまたは戦争的なものであるかが発言者によって意図的に選択する可能性の潜在を指摘するものである。例えば領土をめぐる国際紛争において緊張が高まり、当事国が戦争の勃発の際に、 対処できるように部隊を基地から出して国境地域に展開したとする。これらの軍事活動に対して部隊の輸送路に人の壁を作って平和を訴えたとする。これは活動の主体が平和主義の精神に基づいたとしても無意識的であれ片方の当事国の軍事活動のみを妨害するという利的行為の側面があるため敵国の戦争行為を援助することになる。この例は 完全主義的な平和主義の実践であるが、このような活動を平和活動とするのか、戦争活動とするのかという問題は、主観の相違に起因する問題に他ならない。ゆえに、言語操作の潜在性を指摘することができる。象徴ありがとうございます。